はい、おはようございます。ゴレンさんです。本日は奥多摩周遊道路に行こうと思います。この SV で初めての峠道になります。ただいま湾岸線を走っております。湾岸線は空いてますな。現在の時刻は8時40分。ちょっと遅いかなとか思ったんですが、そうでもなかったようです。それではレインボーブリッジに入りたいと思います。レインボーブリッジ、はい、 C1 に入りました。71.1キロで燃料系のメモリーが一つ減ってることに気がつきました。はい、お疲れさんです。ゴレンさんです。本日はですね、奥多摩周遊道路に行って川向きを終わらせようかなと思って、来たんですが雲行きが怪しくてですね、どうしようかなって悩んでおります。微妙ですな。あ、で、私足がね、暑いですよ暑いですよって何回も言ってたんで、なんか対策してみるかと思って、長いブーツ、ロングブーツを履いてきました。高速走ってきたんですけど、特に暑いなとは感じなかったので、効果はあるっぽいです。ただこのブーツ、ロングブーツなんですが、ガエルネのやつなんですけど、ソールが薄いみたいで、同じくガエルネのライディングシューズに比べると若干足つきが悪くなってしまいました。私の股下はズボンの長さで72センチです。まあ、足つきが悪くなったといえども、さほど、そうですね、足つき悪くなった、なったとはいえども、さほど怖いなとかそういうことはないです。ただ両足を下ろそうとするとツンツンになってしまいます。 SV さんのシート高はこの辺に出しておきます。確か700何ミリ振ってんだこりゃ。はい、というわけで、ロングブーツ、これですね、ガエルネの、なんてやつだっけ、忘れちゃったですね。ガソリンを給油しました。念のため。ここから先にスタンドはないですからね。今日はね、この線。この線を消すのが目標です。消えたらいいな。後ろは消えるだろうけど、前はどうかな。微妙。ああ、もう久々なんで忘れてるな。昨日、GSX-S1000 の新型に乗ったので、クイックシフターがついてたんですよ、うん、だからね、変な癖がねクラッチ握らねえでシフトペダル叩き落としちゃいそうで怖いですね。あー、濡れてんな路面、これダメだな今日。ほい、段差があるとこですね。よ、お、結構いなしてくれますなぁ。よ、あー。レンタルの SV で来た時は、ちょっと調子乗ってスピード出しすぎちゃいましたからね。これぐらいのスピードだったら、結構いなしてくれますなぁ。ホテルの中、もっと寒いかと思いましたが、大して寒くないですね。外気温とそんな変わらないです。大丈夫ですか？大丈夫？猿猿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 
まあ猿多いからな。ああやっぱダメですね、雨降ってきちゃいましたね。まだ周遊に入ってすらいないんですけどね。はい、ここから周遊道路になります。昔ね、奥多摩って有料道路だったんですよ。でここにね、料金所が建ってたんですね。まあ、私が初めて来た時はもうすでに有料道路ではなくなって無料になってたんですけど割と最悪結構バイクで走ってる人がいますな。天気予報じゃ降らない予定でしたからね。初の峠が雨っすか。はい、加賀の駐車場でございます。雨通り抜けてこっちのグルチン区間は降ってないっていうか晴れてるので、ちょっとグルチン区間だけ何回か走れれば走ろうと思います。で走れちゃうっぽいですね、グルチン区間。2速まで落とすまでもなく、イージーに3速で走れちゃいますね。これ3速の落としちゃって、はいはい、お、あ、まだ残ってる右か。あ、こっちはほぼ消えたね。こっちはまだまだだな。これ無理っぽいな。ちょっと楽しいんでもう一回走っていきますね。お、 52.7km で燃料系のメモリが一つ減りました。ちょっと走りたいけど、トイレがないんだよな。はい、それでは帰り、山梨県を通って上野原に向かいます。ここはタイトなコーナーが続く道ですね。